マンクレヨンさんよろししくお願いします私、海外選手ではメモラ選手推しなんで、インスタなんかもフォローしてるんです。えもちろん日本選手には勝ってほしいですけどね。なんだろう、なんか応援をしたくなる雰囲気を持った選手なんです。ジュニアの時から、えー、好きです。うん。えモ語選手、クワード少なくても TES とレるのは、鍵山選手やジェ,ジェイソン選手みたい。えー、日本選手たちも油断ができない選手になりそうですね。今の構成でもフリー完璧だと。 TES は97以上は出ますよね。PCS と合わせても完璧な,ならえ、世界選手権あたりで190点以上狙えそう。うん。そうですね。エイモズ君、ね、4回転1周でもあんな点出ますからね。うん。ね、メモラ君いいですよね。僕もすごい好きですよ。メモラ君は、えっと、一昨年かな昨シーズンかな一昨年昨シーズンかな見て、初めて見て、すぐに僕も好きになりましたね。 この選手、なんかかっこいいというか、なんか、あの、滑る感じがすごく好き雰囲気もあっていいですよね。うん。えー、マイク・バーティラさん、よろしくお願いします。カブ君こんばんは。えー、NHK 界は、リクル・チャン・ファウペアが WD になるとなると、えー、ガセン・オーストラリアのペアが上位に来ることは予想されますね。えー、ピッコロ様への伝言です。NHK 界のチケットの変、あ、変身しましたが、 うてますでしょうかあ、ピッコロさんえ電コですってことですようんオーストラリアのこれゴルジオですよねゴルゴルジオだっけねあのペア今回が出てすれかは4位でしたよねうんこのゴルジオのショートすごい好きですよ僕うんあのああしてまああまあアーシテクトオブマイ,マインドオブアーシテクトだったかな確かうん。えー、三皆さん こんばんは、三浦です。よろしくお願いします。歌舞伎にいつもお疲れ様です。マルディン様へ、サマータイムの曲のジャンルを教えてくださってありがとうございます。何度も聞いたことのある曲でしたが、でもよく考えると、ボサノバ、リズム、ブルース、どなたか教えてっていう感じでしたが、やっぱりジャズだったんですね。素敵な曲です。で、この気だるい、スローな感じの曲をフィギュアで滑るってすごいなと思いました。シーザスちゃん、本当にしっくりきてました。 うん、バリリン様、それと私のコメントの仕方への張り回しの言葉をありがとうございました。ビビりな私なんで、すごく安心しました。ちょっと考えすぎました。これからもたまにコメントさせていただきます。歌舞伎よろしくです。うん、あ本当にもうコメントは自由ですよ、うんあの。好きなものを、あ私この選手好きとか、本当に自由ですので。 うん、あの逆にね、みんな同じ意見になることのがおかしいですよね、普通に考えて。なので、あのでもね、今回の、なんだっけ、シーザスの演技は、お世辞とか気を、人に気を使ってるっていう感じじゃなくて、本当に僕好きな、好きなんですよ、うんで。ジャズはね、最近なんかたまに聞くんですけど、あのなんかなんかね、幸せな気分になりますね。うん、なんかわかんないけど、なんとなくこう幸せな気分になるので。うん ははい、えー、こんばんばでですすどうもです水野様の宇野昌磨選手スペシャルトークライブ2023コラボアイテムと限定受注生産第6弾を購入された方にはスペシャルなイベントのアーカイブを見れついに明日10月31日火曜日まで見れるかももう一度見たい方やうっかり見直されてない方はですね、あのー、今日明日お見,お見逃しなきようお知らせしておきますね。 うっかり期限が切れて見れなかったなどないようにお知らせしますね。うん、えさすが、水野様、メールにて、しっかり27日に終わるから見逃さないようにと、ちゃんとお知らせが届きましたが、念のためこちらにもと。うん、はい、ということなんで皆さん、えっ、ー、と10、10月31日火曜日まで明日ああ、明日で、あしで、明日ですよ。うん えー、こんばんは、三浦です。うまこ様のコメントで、じュンファンくんの誕生日が10月21日だと知りました。うまこ様、ありがとうございました。私とチュンファンくんが同じ誕生日だと分かり、この上ない幸せです。なるほど。うん。そう、チュンファンくんね、誕生日だったんですよね。この時、三浦さん誕生日ってすれば言ってましたよね、確か。うん。あれ言ってなかったかなじュンファンくんね。うん。えー、マルディンさんどうもです。 フィギュア、フィギュアスケーティングプラスを買ってきましたよ、えー。この雑誌はフォトギャラリーマガジンだから記事より写真だね。表紙はね、宇野昌磨くんのフリータイムラプスだよ。えー、黒のシー,スルー、えー、シースルーベースに、えー、ダークグリーンと黒のベルト状にクロスし、パンツと上,上位に、えー、ビーズ刺繍を施したやつね。えー、特別付録はえょ、ー、まくんのタイムラプス、えー、カーニバルオンマエステ、 両面ピンナップだから、友野和樹島田幸四郎のニコニコ顔で、こちらはジャパンオープンの写真からです。カーニバル・オン・ワイス・ワンピース、あ、ワンピース・オン・ワイス・ジャパン・オープン・トレンジャーシリーズからの写真が掲載されている。シュマ君丸に・に、え、リ、ー、リク・デュー、カナダイ、幸、え、四、ー、郎、和樹、サットン、えー、カオリ、ステファン・ジュンファン、えー、荒川静香、マイ、ユーマ、みんなの衣装がバッチリ見えますよ。うん。 フィリアの衣装も大事ですよね。大事ですよね。うん。フィリアの衣装大事ですよ。うん。衣装なんかも人それぞれ感性と個性が違いますので、あの衣装はいい、この衣装はいいって分かれますしね。うん。え、またまた皆です。え、昨夜テレビにあの映画、君の名はアニメの全然前世、大ヒット映画やえ主題歌のあの主人公の声優さんをされたは、えー、俳優の神木隆之介くん 好きですね。25歳ですが、2歳から体が弱かったとあり、弱かったからと、お姿をもし,にも,あも,しもに備えて言わせないようにと、お母さんがモデルや子役の。 市文書に申し込みされて、小さい時から活躍され、人気子役から、えー、つい先日までの NHK の朝ドラの主役をされた。たエ市ブリ作品も8歳でオーディションから、あの千と千尋の神隠しの赤ちゃん坊でしたかね。あの声を監督も思わず、オッケーを出す,く出すくらいよかったらしく。 うん、そんな神木隆之介君はいつも与えられた作品を全力で、まだ11歳の時に厳しい監督に指導された時に死ぬ気でやんなくてはならないと悟ったり、演技は自分で気持ちや時代背景や考えてされたり、また用スター、用意スタートがかかるのが大好き、演技中の自分が演技している時が好き。 楽しい、ある意味本来の自分じゃない世界に入り込めるからまだ夢はと聞かれてありません聞かれてありませんその時すでに、えー、今が与えられたらそれを全力でやりたい過去は振り返らない今や釣り、えー、が一番大事お母さんに何か、えー、つまずいた時に、えー、相談をしたら毎日笑って過ごしてくれたら、えー、それだけで嬉しい俳優としてはすで、えー、にたくさん見れたからうん、えー 俳優も腹をくったら逆にプレッシャーになったりも、また何かダメな,ダメなら釣りも決めている。今を生きていて生き生き楽しく話されてましたよ。なんだか宇野昌磨君に似ていれば。しかも25歳,25歳、もうすぐ26歳なんて同じとしてはありませんか。やはり山ありにあり、いろいろ苦難もあったり、悩んだ時を乗り越えて今があるとか。 え楽しくできたら、それが一番ですね。君の名は、映画は、オタクっぷりを最大限出して、女性役はもう女性以上に可愛く、キュートに演じてやろうと頑張ったとか、なんだかいい話を昨夜は聞いてニラニラしてしまいましたよ。うのしおむくんも楽しみながら、自分の自己満足っぷりを見せてくれるのが楽しみですね。えー、忘れないうちにコメントしました。ではまた、えー、好きこそもの上手なれということですね。神木隆之介くんという方だそうです。うん この子は何千と千尋のあの赤ちゃんでっかい？赤ちゃんのあのやったってこと？つまり？あ、某ね。ああ,あ、あの子の声ですね。うん。はい、えー。サラクライさんどうもです。小田信長に聖書に関して、えー、この先ずっとえー、記憶に残る選手の1人になると思います。小田信長の子孫だけあって、勝負室としての気質はとても。 道あふれてるんじゃないかと思います。イノシシのように猛突猛進に突き進んできた人生である,あるんじゃないかと思っています。競技においては、怪我や苦痛ひぼうのこと、それ以外の私生活においても、過失のミスが起きないように一致と呼吸を置いて、さまざまな活動を頑張ってほしいところですね。うん。なんかいろんな意味で見せてくれますね、小田さんね。うん。 えー、マルティンさんどうもです。フィリア、ウドマンマン来ました。今のアレルギーがやっと治り、エリザベスカラーが取れたよ。よかったね。今日のワンコーごははステーキ、えー。ファイブモフたちはお皿にいっぱい乗ったお肉に、食欲の秋だからさ、食欲細いトロだって食べる食べる。まあ、今はいつだってぺろっと、えー、秒殺、まばたきをする前に食べちゃうと。うん、ところで、今の首輪が、えー、ショマ君の衣装を振り合わせたかのように、黒のダメ入りになってたということみたいですね。 うん。はい。という感じで。えっ、ー、と、タップダウンさなぎさんどうもです。僕の知る限り、特にアクセルとトーループにおいては、村上加奈子さんが最もプレドテーションのない選手だと思う。あ、村上加奈子さんあ、なるほど。なるほどあ。ありがとうございます。ちょっとコード見てみますね。うん。加奈子さん、ちょっと意外でしたね。トーループとアクセルなるほど。うん。 はい、ではありがとうございました。